神学寺は奈良県四季郡田原本町新省にある神言、立宗の寺、紅白お日山浄土院。門は珍しい中国風の白色が美しい土蔵門である。本尊は平安時代作の千獣観音。本尊の向かって右に聖徳太子像、左に旗川勝像を安置する。旗川勝像の台座には明暦元年9月14日と遠野峰中。 藤室法院寮生の命がある。次元では、大下三年、くだらの子に騎士から送られ、聖徳太子から旗川勝に貸しされた観音を当地に安置したことに始まるという。聖徳太子が、怒るからとに通った道であると伝えられる、筋海道は、寺の少し北を通過し、近い。大道二年、唐から帰国した空海が、境内に、盆地の、あの形の池を作ったとされている。 この味池は7から8月に咲くハスの花で有名。また、空海はこの寺で三経ゆりきを書いたとの伝えがある。さらに、空海が執筆中、味池の河津が騒がしく泣き、静かにするように叱ったので、それ以来騒がしく泣かない、という伝説がある。元気元年、松永久秀が十四軍に進出、寺は一旦怪人に返し、法暦九年像。 恵み会が再興した。方向寺の大仏再建に尽力した、総う美みが、肝心のため描いた、現在とは違う、姿の大仏画が、昭和54年発見されている。古来より、付近は、旗市の居住地で、雅楽の学人や猿学にも関係する人たちがいた。門前にある寺の説明板には、神学とは、旗の学人であるとある。また、江戸初期の狂言役者。 大倉トラーキラによる伝書、わらんべ草などには、寺の前に、猿学役者のコンパル大部の屋敷があったと、記されている。大和高田氏にも、漢字は違うが、神楽というところがある。古くは、神学とも書いたようであり、関係が注目される。また、現存していないが、付近に神楽寺という寺がかってあり、関係が注目される。境内の南東には、 春日神社と笠サの神社が並んであり、特に笠サの神社は笠サの湯の候補地の一つとされている。神仏分離令以前に見られたような神社の中の神宮寺ではなく寺の中に神社がある。八神、ありがとうございます。